こんにちは。今日も習慣化のお話です。逆説的介入、悪習慣をあえてやってみようっていうお話です。今日から習慣化をやめるためのお話をしていきます。習慣化やめるんですか？今まで挫折しないようにとか、習慣化を長続きさせるためにとか、いろいろと頑張って教えてくれたのに習慣化やめちゃうんですか？そうだ、今日から習慣化はやめる。せっかく頑張ったのに、これまでのは全部苦労は水の泡に落ちてしまうんですか？その通りだ。ただし、君は何か勘違いをしているぞ。勘違いですか？そうだ、今回から教えていくのは単なる習慣化の話じゃない。悪習慣をやめるための話だ。悪習慣をやめる。これまで身につけようと頑張ってきた運動とかダイエットとか、そういったプラスになる習慣化、それをやめようという話ではなくて、酒やタバコやギャンブルや食べ過ぎ、それからスマホをついつい見過ぎてしまうといったこと、そういったものを今日からそんなやめたいと思っている悪習慣をやめるための方法をお伝えしていこうと思う。そんな方法があるんですか？ある。その一つ目が今日紹介する逆説的介入というものだ。逆説的介入。直したい悪癖があるとすれば、それをあえてやってしまうというものだ。タバコ吸っていいんですか？酒飲んでいいんですか？吸いたければ吸うがいい、飲みたければ飲むがいい。やっていいんですか？何かっていうと、しょうもない小芝居にお付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。まあ、何かっていうと、例えばじゃあスマホをダラダラと見てしまう癖を直したい皆さんが思っていたとしましょう。じゃあ皆さん自身がスマホを見ている時間帯っていうのは一体どのくらいですか？例えば8時から9時の時間はもう大体スマホ見てますわってなったとしたら、必ずその8時から9時までの時間帯っていうのにスマホを見るっていうのをもう意図的にやってしまうんですよ。組み込んでしまうんですよ。で、8時から9時までスマホを見るっていう時間に関しては一切他のことはやらずに、普段食事するとかお風呂に入るとかっていうようなことも一切やらずに、絶対スマホだけを見る時間にしていただくという、そんなところなんですね。タバコを吸うんであれば、タバコは絶対同じ本数、1日20本吸ってるんだったら絶対20本、19本でもない、21本でもない、絶対20本吸うと。それから食事なら同じ量を食べる。例えばお菓子を食べてしまう人であれば、ポテチを毎回1袋食べるんだよねっていうことであれば、もう絶対1袋、もう完食するまで絶対に、もう残そうもんならお前これまでも食えって言って押し込むくらいのポテチ絶対1袋っていうふうに決めてしまうんですよ。で、ポイントはいつもやっている悪習慣を意図的に意識してやるっていうことです。強制的に続けることによって、それはもはや習慣的な行動ではなくて意識的な行動に移っていくんですよね。で、脳っていうのは無意識でやっている行動、つまり習慣的にやっていることっていうのはコントロールが難しいんですよ。なぜかというと勝手にやってしまうから。ところが意識してやっていることっていうのは、脳が命じてこれをやろうぜっていう風に自分でも把握している範疇でやるから、自己コントロールっていうのは効きやすくなるんですね。だからゆくゆくはやめる、悪習慣をやめるというコントロールが効きやすくなるということなんですよ。なぜかというと、普段そのスマホ見るとかタバコ吸うとかお酒飲むとかって好きでやっていることだと思うんですよね。好きでやっていることが義務として絶対酒飲まなくちゃいけないとか、絶対20本吸わなくちゃいけないとか、絶対1時間スマホ見なくちゃいけないっていうふうに義務としてなってくると、もう続けるのがだんだん嫌になってくるし、辛いししんどいしってなってくるんですよ。で、しびれを切らして、もう酒なんかやめる、タバコなんか吸ってられねえ、スマホもポーンっていうふうになってくるということなんですね。はい。なので皆さん自身がこれをやめたいな、あれをやめたいなって思う悪習慣があるとしたら、まずはそれを続けてください。で、必ずやっている内容とそれからやる時間っていうのを固定して、もうそれは絶対守ると。1時間スマホを見るとか、絶対お酒瓶ビールを2本飲むとかっていうのも絶対やってください。どんなに体がしんどくても、今日は気が向かないなと思ってもやってみてください。そしてしびれをいつか切らしたタイミングで、あ、もうこれはやらないっていう風に決めてしまう瞬間があるんですよ。もうそこまでの意志力が固まってしまったら、悪習慣を直すっていうのはお手の物になりますんで、ぜひそんな風にですね、逆説性介入を試してみていただけたらと思います。もしゲームをやめてくれないお子さんにお悩みの
親御さんがいらっしゃったとしたら、これにも逆説的介入というのが使えて、この時間からこの時間までは絶対ゲームあなたやりなさいよと、勉強とか宿題とか絶対やっちゃダメよというふうに強制してしまうんですよ。そしたら子供は最初はわーやった、なんかママ今日優しいねっていうふうに言うんですけど、1週間経ち2週間経ちって、でママはもうゲームやるの死ぬだけよ、ダメよ、あなたまだあと1時間もゲームやる時間残ってるじゃないの、絶対やってなきゃダメよっていうふうに言ってしまうと、なんかもうゲームやるのしんどいし辛いし、もうな飽きてきたなと思ってもうゲームやめたってなって、本を読んでくれたりとか宿題に走ってくれたりとかっていうふうになっていくようになりますので、ぜひですね、この逆説的介入っていうのは自分だけじゃなくて誰かやめさせたい悪習慣を持っている人がいたら、その人にも効果があるということなので、やめたいことがある場合、あるいはやめさせたいことがある場合は、あえて続けましょう、続けさせましょうというのが今日のお話でした。ということで本日の動画は以上となります。お疲れ様でした。さよなら。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。